さあこんにちは、タカルチャー 6JP 小川と申します。今日はですね、8月の14日木曜日でございます。今からですね、コミックマーケットの設営の方に行っていきたいと思います。国際展示場に到着いたしました。これからですね、会場の方に行きたいと思います。すごい量の飲み物です。人が集まってきました。もうすぐ、設営作業が、開始になります。ガランとした東ホールです。何もありません。これから机と椅子を並べていきます。およそ1時間足らずで作業が完了しました。毎回コミケでですね、このように限定のドリンクが、販売されております。それ普通の無事に設営の方が終わって、今あっちの方で反省会を行っています。ですね、突然の雷雨に見舞われまして、もう少し雨が止むのを待ってから帰ろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。今回はですね、コミックマーケット設営日に関しての動画でございました。でですね、コミックマーケットの設営はですね、コミックマーケットの毎回初日の前日に行われております。そうですね、何かコミックマーケットに協力をしてみたいとか、設営そのものに興味があるって方いらっしゃいましたら、ぜひ参加の方してみてはいかがでしょうか。設営日に関してはですね、公式コミックマーケットの公式サイトおよび毎回発売されるカタログの方に記載されておりますので、そちらをお読みいただければと思います。またですね、最近多くの方に
コメントを残していただいたり、再生数の方も伸びておりまして、僕自身とってもびっくりしております。まさかこんなに伸びるとは思ってなかったので、しかもですね、動画の方について参考になったとか、コメントいただけて、とっても嬉しいです。ありがとうございます。これからもですね、皆さんにちょっとでも楽しんでいただけるような、動画を作っていけたらと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。